始まりました、ミュージックライフチャンネル、イエーイ。はい、この YouTube では新興ミュージックから主催するイベントの紹介などをしていきたいと思います。最後までよろしくお願いします。イエーイ。はい、本日紹介するのはミュージックライフクラブ主催、ジョン・レノン、エイティ、星川ルミ子、エイティを紹介していきたいと思います。イエーイ。このイベントではですね、10月9日ジョン・レノンの誕生日に行われるトークイベントでございます。今日はそのお知らせにですね、ビートルズコンシェルジュの吉田さんに来ていただいております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、ビートルズコンシェルジュに関しましては常任ということで、はい、常にご説明させていただいております。本日も短い時間ですが、よろしくお願いします。改めてよろしくお願いします。はい、それではですね、早速なんですけども、はいはい、吉田さん、ジョン・レノンって、うん、メンバーの中ではどんな存在だったんですかね。これはね、本当にね、ビートルズ、ジョン・レノンのファンの方たくさんいて、100万人いたら100万人なりの考えがあるんですけど、まあ、僕なりに思ってることでお許しいただきたいんですけど、はい、まあ、4人メンバーいますよね。ジョン・レノン、この一番この人ですけど、やっぱジョン・レノンはね、ビートルズの中でも初期はね、圧倒的にリーダーなの、はい、まあ、ジョン・レノンがビートルズを引っ張ったといっても過言ではないぐらいの権威力があって、ビートルズの4人って一人一人がものすごい才能があって個性があって素晴らしいミュージシャンなんだけど、まあ、中でもポール・マッカートニーとジョン・レノンっていうのは2大ボスっていうかね、あの2人がこう切磋琢磨、ライバル同士でバランスを取りながらいい曲を書いたり活動を続けていくところがビートルズの一番素晴らしいところなんですけども、時期によってそのリーダーシップが変わるんだけど、そうだな、初期のビートルズ64年60年代中盤過ぎぐらいまではもう本当にね、ジョン・レノンのパワーがものすごくて、楽曲作りにしても俺たちはこうしていくんだということに関してもジョン・レノンがビートルズを引っ張ったと言っても僕はいいかなと思います。もちろんポール・マッカートニーとかね、ジョージ・ハリスンとかリンゴ・スターもそれぞれビートルズにとっては欠かせないメンバーだし、バランス的にはもう彼ら一人でも欠けると音にはならないんだけども、中でもやっぱジョン・レノンの存在っていうのは圧倒的だったかな。そう思ってる方もファンの中には多いんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。ちなみになんですけど、はい、10月9日がジョン・レノンの誕生日ということで、はいはい、はい、イベントが行われるそうなんですけど、はい、そうなんです。こちらの内容ってどうなってるんですかね。はい、今年はですね、本当記念すべき年で、まあ、ここにレッド・イット・ビーのアルバムがあるんですけども、ビートルズ一応解散50年っていうね、節目もあるんですが、それ以外だとですね、ジョン・レノンが、まあ、残念ながら亡くなってしまって40年、ね、まだ僕なんかまだ学生の頃だったけど、もう40年経っちゃったのかなって思うんですけど、プラス、ジョン・レノンが生まれて80年、ね、だから本当、1940年生まれなんだけども、80年銃殺されちゃったんだよね。知ってるかもしれない。いや、初ですか。はい、そのニューヨークにその子がいたんだけど、まあ、ちょっと狂乱的なジョンのファンっていうかな、ちょっと精神的におかしいような人がピストルでジョンを撃ってしまって、まあ、今思い出してもね、本当に悲劇的な出来事だったんだけど、まあ、それからね、もう40年経ちまして、かつ、ジョン・レノンの80年経って、ジョン・レノン80、プラスですね、その後ろについている星川ルミ子80っていうのが、はい、星川ルミ子さんっていうのは、まあ、ぜひ前回のメンバーも覚えてほしいんだけど、新興ミュージックが出しているミュージックライフっていう雑誌の2代目の編集長で、日本で初めて、日本人ジャーナリストとしてビートルズに独占取材に成功した編集長で、今でも元気で、なんとね、ジョン・レノンと同じ年に生まれて、ジョン・レノン1ヶ月ぐらいお姉さん、だからジョン・レノンと全く同じ世代を生きた音楽評論家で、もともとミュージックライフの編集長で、星川さんのすごいのはね、ジョン・レノンにね、何度も何度もね、いろんなところで会ってる。ああ、そうなんですか。もう1回でも会えたら奇跡なのが、本当にイギリスで取材した時から始まって、
1966年日本に来るんだけども、その時もホテルだよ。でその年に全米ツアーするんだけど、その時はね、ジョン・レノンと同じホテルとのツアーをしてて、1967年レコーディングに突撃取材したらレコーディング成功しちゃって、取材成功しちゃって、まあ、68年はアップルスタジオのクリスマスパーティーに出席したら10年になってて、もうね、ビートルズぐらいにとってはね、嘘だろっていう、そうですね、そういうすごい編集長がいるんですけども、その星香さんも80年、ジョン・レノンと同じ青春を過ごし、ジョン・レノンと同じ世代の音楽を聴き、ジョン・レノンが感じた、社会を感じた、そのあたりをジョン・レノンと星香さんの貴重な写真を交えながら楽しくトークを聞かせてもらおうという貴重な機会を設けました。ありがとうございます。喋りすぎたかな。大丈夫です。はい、今後のですね、はい、新興ミュージックとビートルズの予定などあれば。はい、これはね、やっぱり新興ミュージックといえばビートルズっていう僕が世代で育ったんで、今年来年にかけてはね、何としてもビートルズをもう一回盛り上げたいという気持ちが強くてですね、今年本当は秋に、ゲットバックってザ・ビートルズって映画ガーナーズだったんですけど、これがコロナの影響で残念ながら来年に伸びてしまいました。でも来年必ず公開されるので、来年はゲットバックザ・ビートルズという映画を中心にビートルズの新しい情報とか、今まで知らなかったビートルズの真の姿とか、そういったものが映画としても出てくるし、あと本が出たりとか CD が出たりビデオが出たりとか、そういうことがたくさんあるので、ジルカのメンバーも居酒屋でおじさんに絡まれたけどね、何ていうか分かってるね。はい、お前ら当たんで言ってんのかな。はい、ジルカのメンバーを聞いてんだよ。ビートルズです。分かってるじゃねえかっていうそういうね、はい、ことをちゃんと覚えておいていただければと思います。はい、ありがとうございました。それではビートルズコンシェルジュの吉田さんでした。ありがとうございました。